今回はね、こちらを使います。はい、ガラスのコップに、そして木の根っこですね、こちら、それとどんぐりね、こちらのどんぐりと、それから流木ですね、もろもろね、使っていきます。まずね、ナイロンパッドでね、流木の汚れを取っていきます。こちらの木工用ボンドを使用します。はい、こちら木工用ボンドをこちらに取り付けて、そして先ほどの流木ですね、先ほどの磨いた流木を取り付けます。先ほどのどんぐりをちょっとね、割りますね。はい、こういう感じで簡単に割れます。よいしょ、こういう感じね、もう中ね、もう真っ黒になってますね。よいしょ。はい、こんな感じでどんぐりの実なんですけども、月日が経ってるので、このように真っ黒になって石のようになっております。はい、こんな感じ。はい、ではね、こちらのもう一つのどんぐりも割っていきます。このどんぐりもね、石のようにね、黒くなっております。はい、こんな感じですね、こちらもね。はい、長いこと置くとね、このようになっております。では今からね、これヤスリですね、この硬くなったどんぐりの実をヤスリで削っていきます。左側がどんぐりをヤスリで磨いて、右側がまだ磨いていません。そして、はい、今度はどんぐりに穴を開けていきます。はい、こんな感じですね。はい、そしてね、2つともね、このように穴をね、開けさせていただきました。はい、次ね、こちらですね、ドライコケですね。ドライコケについているシリカゲルをまず落とします。とりあえずね、下処理します。で、裏のいらない土を削っていきます。はい、こんな感じで、ね、削っていきます。ドライコケをね、一つ一つね、貼り付けていきます。はい、こういう感じでね、どんどんね、貼り付けていきます。ドライコケの貼り付けがね、このような感じで完了いたしました。こんな感じですね、取り付けたら。はい、こういう感じになっております。グラスを使います。はい、こちらのグラスにですね、粗い砂ですね、粗っぽい砂を入れていきます。
れ終えましたら、こちらですね、細かいね黒土を今度このその砂の上にねかぶせていきます。ドライ苔をね取り付けた流木を使います。こちらを先ほどのこの黒土の上に入れていきます。こちらですね、細かい砂を今度また上からね振りかけていきます。のどんぐりを置きます。2つともねこちらに置いていきます。はい、ではねこちらのレジンを使います。こちらですね、先ほどのどんぐりの実に取り付けます。こちらですね、こちらのドライ植物を先ほどのレジンのところに取り付けていきます。そしてブラックライトでレジンを固めます。ですね、こちらですね、こちらドライ木の実をね使っていきます。ハサミでねちょっとねちょっとずつ切って使用します。ところに先ほどの切ったドライ木の実をこちらに取り付けます。ブラックライト当ててね固めます。すぐにね固まるんで取り付けが簡単です。ということでね、こういう感じでね、ドライミニ盆栽を作らせていただきました。こんな感じでね、今回はアート的にね、作らせていただいております。これからもね、ドライ系のね、アートをね、作っていきたいと思いますんで、今後もね、皆さんのね、応援もよろしくお願いします。
ということでね、しばらくねちょっとね楽しんでいただければありがたいと思います。今後もねいろいろと作っていきます。